嘘つき嘘ついてねえ、知らねえもん。ふざけんなよ。おい、なんで戦うことになるんだよ。ふざけんな。おい、マジで、え、お前本当に嫌いよ。お前本当に嫌い。はい、トンネルに入ったら呼吸止めがちの K です。はい、第何回かちょっと忘れちゃった、13かな。はい、にして、はい、気づく人は気づくかもしれない、ポップガード導入しました。今更って感じだけどね。よくレコーディングとかでさ、マイクの前にあるあのスポンジってか、風をこう抑制してくれるやつ、パピプペポとかって息を吐きながら発声するんだけど、それで風の音がさ、あのマイクに入っちゃうんだよっていうのがね、なくなってくると思うんで、今回から。なのでこういうあのパーティーピーポー的なね、あの言葉とかもね、ちょっと聞きやすくなってくるかなと思ったところで、ちょっとね、先進めていこうかなと。前回なんか最弱ボスみたいなのを倒して、雑魚的になぜかやられて終わったとこ。で、こっからね、新しいステージなので。そう、ここら辺でやられちゃったんだよ、前回。やられて終わりにしたの、心が折れて。あ、そうだ、強いやついるんだった。あ、落ちた。待って、ほっとけ、見える、ほっとけ、犬、ちょっと待って、お前、話はちょっと後でかけるから、ちょっと待っとけ、オッケー、これ、話しかけたら勝ち、はい、僕の勝ち、はい、何言ってんのかな、ごくよう、こんなところにも、こんなところにも、死ねぬ、いいから、何かちょうだい。お金を売ってるんだ。お金、まだら紫の曲がりひょうたん。早口言葉。まだら紫の曲がりひょうたん。はい。これ一人で言ってんのマジでウケない。なんでお前か。毒だ。ちょっと待って。はいはい、すいません。すいません。あの、日の光が強すぎて、画面反射しちゃっててさ、見えなくて。で、こっから本気モード、暴走モード、突入。待って、ヘッドセット使ってないよ。もう死んだじゃん。最速記録。リベンジ。待って、毒使うのずるくない？はい、やられる。はい。はい、蹴りでやられました。K です。ちょっとうざいから、改正。わかりました。雑魚的じゃないモードでやるわ。雑魚的じゃないモードでやるわ。いましたー。おい、なんで呼ばれんの？犬が吠えたからさ、いけんじゃねえの。はい、よし、もらった。はい、 OK。 素材もらいました。はい、怖いな、なんかここら辺怖いな。怖いなあ。もう怖いやついた。え、大名行列。待って、七人の侍みたいな映画なかった？七人の侍。ちょっと やめよう。お前は忍殺でやる。はいはい。そんな大きい声出すな、バレんじゃん。うわあ、大名行列戻ってきた。あーね、分かったよ。今までのね、経験を生かして、ここでね、全員ぶっ殺すっていうモード。オーケイ。よっしゃ、やろうぜ。やっちゃうよ。ほら。どこ行った？他どこ行ったよ。なあ。ごめんなさい。待って、グレートソードみたいなの持ってるやついる。
ブレードソードはあれね、ダークソウルの、ね、待って、別に蘇んなかった今。そんなことないよね、蘇ってんだ俺。いや、ここで時間使いすぎな。あ、上から入るのね。お邪魔しまーす。はい、誰かおるやんけ。あー、話しかけようか。どうしたの、めっちゃ怖がってんじゃん。どうしたよ、どうした。カノ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 、オラはカノじゃ。あ、そうなのか。カゴ、どうした。おいおい、カノカノカノカゴ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 。あんた、まともな人かい。まともな人、まともだよ。よかったよ、あんたはまともなお人だよ。まだそんな喋ってないのにまともって決めつけんな。てか名乗れお前。この村はどうなっている、どうなっている。オラにもよく気づいた。よくわかんねえんだこいつにも。喉きっと神主さんだが逆だる仕方なくけどな。うん、神主、はい、神主様は一番偉い人。はい、川沿い水源に神主様はおっしゃ、みんなで都人になろうぞってな。お酒をたくさん、うん、都人、お酒をたくさん。オラをとりあえずヒント的にはお酒をたくさん飲んでおけばいいってことね。水源2ってことね。あ、倒さなくていいんだよな。あ、待って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 、おい、ふざけんな、おい、ふざけんな、お前ら。待って待って、開幕から足掴むのずるいよお前。危ないよ、転んじゃうよ。足以外だったらいいよ。あ、また足、ダメだよ、足以外って言ったろうな。足以外って言ったら足掴むな、足掴むな。あ、で足以外、足以外って言ったら足掴むな、足掴むな。でかいやつおったやんけ、やっちゃうよ。あ、待って、あれ鬼仏じゃね、違うか。はい、あ、鬼仏、あ、来た来た来た。これとこれ鳥ゲーだから、鬼仏鳥ゲー。はい、兄さん、はい、顔キモい、顔キモい。あ、ダメだ、口悪いね、また口悪いな僕。顔キモい、顔キモいとか言っちゃいけないよ、そんなさ。てか全体的にさ、ゲーム実況っていうので、独り言じゃん。で、結構思ってること言っちゃいがちだと思うんだけど、本当は僕口悪いのかな。でもなんかさ、第1話か2話でなんかババアとか言ってたじゃん僕。あれは結構敬意を込めたババアだから、普段は言わないよ。なんだろうな、実際ね、お母さんとかが知らないとこでババアとか呼ばれてたら嫌じゃん。じゃあ自分も言わないようにしようっていうね、っていう気持ちでこいつに話しかけるわ。はい。なんで泣いてんの、どうしたの。泣くわけを聞く聞かない。いや、さすがにな、女の人だって見るからにこれ絶対綺麗な人だもん。絶対聞いた方がいいよ、その後もしかしたら何かしらあるかもしれないからね。何かしらね。はい。なぜ泣く、なぜ泣く。悲しいのです。なんだよ。何が悲しい。今頃はサクザ様。サクザ様。どこにどうしてございましょう。え、何、男いんのこいつ。じゃあいいよ。それがわからぬのが。いいよ、男いるんだったらいいよ。悲しいのです。会えずとも。ああ、一途なね。知りたい。なれど。うん。頼りを出しても帰ってこぬ。あ、ラインしてもね。既読にならないと。はい、教えてくれぬ。そうね。ご人。何？サクザ様はいずこですか。は？お
前自分の男を探すのに他の男に聞くのかよ。知らない。知らぬ。知らぬ。は？あなたも嘘つき。嘘つき？嘘ついてねえ。知らねえもん。ふざけんなよ。おい、なんで戦うことになるんだよ。ふざけんな。おい、マジで。え、お前本当に嫌いよ。お前本当に嫌い。できるだけ残酷な方法で殺してあげようか。この野郎。嘘つき呼ばわりしてよ。嘘ついてねえもん。危ねえ。いや、お前になんかやられねえよ。はい、やられてしもうた。いや、もう負けねえ、もう負けねえ。では。来いよ。はい。はい。あ、これはガードできないんだね。おい、回復ぐらいさせてもらってもいいでしょうか。すぐ逃げんな、お前。嫌われるぞ。誰にだよ。いっつ。あいっ、あいち、あいち、あい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 。どうしようかな。どうやってダメージ。はい、はい、はい。あ、今ジャンプのボタン押したよ、僕。はい。はい、ジャンプ。切る、切る、切る。はい。お前、うまいじゃん。やってた。剣やってた、お前。こんなやつに瓢箪全部使った。お前、認めよう。お前は強い。が、負けないぜ。あっ！うわぁ、えぐい。顔見せて、顔見せて、顔見せて、せめて顔見せて。くそ、見えねえじゃねえかよ。じゃあ、改正するよ。よっしゃ。ごめん、顔見せてとか言ったから死んだ。よっしゃ、一発目。おい、喉に刺しちゃった。はい。あ、顔見えた、顔見えた。ちょっと可愛い、はい、はい、はい。不思議りからの不思議り、もう一回不思議り。そして、待って、もう、今殺せたべ、殺せよ。殺せたのに殺せなかった。やっぱ女の子だから優しくしてあげないといけないっていう気持ちがあったのかもしれないけど、でもその間でも僕はこの危険ゲージを貯めて、こうやって後ろからこうやってぶっ刺すことも考えながら、こうやってめちゃくちゃ考えながらも、こうやって弾くことを考えて、危険を避けてから攻撃して、そうやってもう一回不思議をかまそうとして、ああ、危ないと思ったら、あ、こう、で、あ、殺された。うわ、最悪や、マジで最悪。クソ野郎、マジだよ。女だからって調子乗りやがって。よっしゃ、一発目。はい、一発目切った。よっしゃ、顔見せて、顔見せて、顔見せて。やっぱ可愛い、やっぱ可愛い。可愛いけど殺す、可愛いけど殺す。はい、オッケー。ちょっと広いところでやろうよ。あ、ごめんなさい。やろうとか言ってごめん。はい、行って、一応回復せ。お願い、先っぽだけ。あー、危ない。よし、はい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 。よっしゃ、もらった。顔見せて、顔見せて、顔見せて、お願い。あ、消え、ちょっと見えなかった。よかった。よかった。サクザ様が。うん。代わりに。おい、まだ前の男のことを言ってんの？